海の幸に恵まれた糸島、楽しみです。おー、来た来た来た。あ、すごいすごい。サゴシ、若いものですね。ほら見てください、ほら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 、カキカキカキだらけ、すごい、全部カキ。ほらほら、人生初めてです、カキの上でカキを食う。うん、うわー、ほらいるいる、やばいなこれ。おはようございます、加藤チャンネル始めます。おはようございます。今日は福岡県糸島市に来てます。福吉漁港、1年ぶりですね、戻ってきました。昨年はクサゴの調査で、こちら訪れてますね。鉄腕ダッシュでお世話になった漁港です。この海ではクサゴが大量発生して漁師さんを困らせていると、そんな厄介なクサゴの調査に来ましたね。今年はどうなんでしょうか。まだちょっと時期はね早いかもしれませんが、現状を調査します。糸島は福岡県の一番西の方に位置してますね。玄界灘ね、荒々しい玄界灘が広がっているんですが、糸島は豊富な魚介類ですっごい有名なんです。マダイだって日本一の漁獲量でしたから、すごいですよね。豊富な海の幸に恵まれたそんな糸島、楽しみです。美味しいものもたくさんあるって聞きますからね。いや、いろいろ見たいですね。私を待っていてくれたかのように海は穏やかです。漁師さんお願いしていますので、船に乗って早速クサゴ、そして周辺の近海で獲れる魚たち、見てみたいと思います。行きましょう。いや、穏やか、本当に穏やか。おはようございます、よろしくお願いします。丸尾さんです、漁師さんの。今日お世話になります、よろしくお願いします。今日どうですか、海の様子は。お世話になります。魚の様子はわかんない感じです。あ、そうなんですね。今年はどうですか、クサゴの被害ってあったりします。あ、少なくなった、あ、よかったです。はい、糸島は美味しい海の幸たくさん、今日も楽しみです。じゃあ早速行きましょう。よいしょ。よし、いいじゃないですか、糸島の日の出から。はい、網を仕掛けてるところまでどのくらいですか、距離、時間、あ、時間的には。時間は10分ぐらい。あ、近いですね。どのくらいの時間設置してあります。昨日から。あ、2時間出る。あ、早い早い。あ、そうなんですね。時間、この朝の方がやっぱ取れる魚が変わるんですか。うん、狙ってるのは。サワラの子。ああ、サコシを狙ってるんですね。時期やけんね。あ、そうかそうか、美味しい時期ですね。すごい、朝日が昇る。きれいきれい。朝日昇りますよ。
どのくらいですか？あ、そうなんですね。 V あります？目印が。ほう、あ、あったあった。いや、光ってるわ。500m？ 500m か、すごい長い。これ道長いよ。え、そうなんですか。刺し網はネット時代は動かさずにずっとね、とどめておきます。サワラね、勢いよく泳いでますからね、ちょうどこの刺し網に当たることでね、エラね、ヒレが引っかかって逃げられなくなります。そうやって捕まえる量ですね。これで使う、巻き網使うにしても大変な作業ですよ。過去には草尾も入りました、たくさん。いっぱい厄介な時は、よかった時は30、40も。今年は1匹も見られた。あ、そうですね、減ってよかったですよね。ほら、上がってますよ。あ、来ましたね、網が上がってきましたよ。あ、楽しみですね、楽しみ。お、何か、カマス、何が入ります？これエソやろ、エソやろ。あ、エソ、エソ。お、来た来た、サゴシ。サバラの一回り小さいサイズのものですね、若いものですね。美味しいですよ、この時期。美味しいですよ、この時期。あ、あったあったあった、ほらほら、あ、そっちいますか。はい、入った。氷に入れて寒いのにもっとやっぱりね、キュッとね。サゴシってサイズによって言い換えますね。なんででかいのはサワラって言うけど、あれって言ってるんですね、出世魚。結構長いな。おお、来た来た来た。あ、すごいすごい。刺し網はこの目の大きさを変えることで、ね、大きいもの、ね、小さなもの、ね、好みのサイズをある程度選ぶことが可能です。細かくすればもっと小さな魚が、目を大きくすればもっと大きな魚が入ります。ただね、サワラ以外にも同じサイズのものっていうのはかかりやすいですね。この時にやっぱり狙った魚が、ね、賞金価値の高い魚が、ね、生き物がかかってるといいんですけども、なかなか食べないような、ね、厄介な生き物が多く絡まってしまうと、もう漁師さんの仕事の邪魔になっちゃうわけですね。その魚の一つがこの地域ではナマズと呼ばれている、クサウオ、ね、あとエソもこれもまあ食べないので、漁師さんは、ね、海に放して行く、そんな魚ですね。エソは食べたら美味しい。あ、もちろん、食べることできますし。あ、魚、これ下、こっちもらっていいですか、一匹。ちっちゃいです。そうですね、形はね、深海に近いですよね。比較的、水深の深いところからね、比較的浅いところまで、まあ、いろんな種類が生息してますからね。体が長い割にはほらね、ヒレが短いですよね。ほら、ヒレが短い。だからそんなにね、泳ぎが得意というわけじゃないんです。おお、大きい大きい、こっち大きいですね。左頭へ。そう、ほら見てください、口が大きいんですよ。ほら、すごい怖い顔してますよね。怖く見えるのはなぜかというと口が大きいからです。横から見てもう頭の3分の2以上ね、口が裂けてますよね。口
口が大きい、ね、これが蝦夷の特徴です。口が目の下あたり止まりなのが一般的な魚ですからね。できるだけ大きな獲物を襲えるように、例えばエビとか小魚、口が大きい方が大きいものを食べれますからね。エソもね、食べることできますけどね。この大きいもの、ちょっと味見てみましょうか。結構長いな。おお、来た来た来た。あ、すごいすごい。ほらほら、サコシが。うわ、すごいじゃないですか。お肉がキュッと。今水温はどのくらいですか？水温16度くらい。あー、そうですね。ほいほい、すごいすごい。あー、ほんとだほんとだ。まだ、うん、生きてますよね。すごいすごい。おー、来た来た。あー、ほらほらほら、生きがいいね。これだいたい今1本1匹いくらぐらいで取引されるんですか？400円。おー、400円ぐらいで取引されるんですか？やっぱり作業早いですね。1枚今引き上げました。なんかすごい鋭いっすよね。うん、やっぱ基本魚って肉食なんですよ。食べる獲物はエビ、カニ、小魚。ほら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 、押した時に弾き返すこの肉の弾力すごいっすよ。これが口の中でこうバンと広がるんですからね。すごいですよね、この弾力、ね、いきたいです。やりていきましょうか。はい、はい、大体ね。ああ、わ、来た来た来た。いつもお一人ですか？一人よ、一人ばっかり。すごいですね、作業がもう手際が良くて、もう40年ずっと漁師さん。はい、ああ、一番大事なのは魚を傷つけないように外すということですね。だからそのためにはこの網の方目を切ることも。はい、入った。うわ、うわ、すごいすごい。この刺し網、海底からどのくらいの高さに設置してるんですか？海底から、うん、2メートルから3メートルぐらい。そこからよ。うんうん。そこに大きいね、砂浜に。海がだいたい水深がね16ね、20メートルとかあるから、それでもやっぱりこのねサワラ下の方ね泳いでるところを取るので、じゃ海底からだいたい網の高さも含め2メートル3メートルぐらい。これ時期によってね。ああ、時期にもよりますか。あれ、ヒラメ入ってますよ、ちっちゃいやつ。ちっちゃい。うわあ、こっち側。うん、はい、いますね。小さいのはね、まだね、大きくなってから食べればいいので。この辺り岩とかないですね、砂地なんですね。ああ、これそうよ、砂地で。一緒に手はあるよ。ああ、そうなんです。はい、
あ、また来た来た来た。おお。あ、また来ました。すごいですね。もう狙ってこんなたくさんのサワラ取れるって。来た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 。ほら、ほら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 。ほらほらほら。大量だ大量。うわすごい、肉がもうプリプリしてますよね。これもう見た感じでもううまいってわかります。あー、脂乗ってる脂乗ってる。すごい。だいたい1日何匹ぐらいかかればいいなっていうぐらいですか。大体4,50分くらいは。あ、あーそうなんですね。強力よかったですよ。よかったですね。で、だってまだこれ2枚目です。2本目ですよね。2本目ですよね。今日10本仕掛けてますから。まだいます？結構。うわ、すごい。ほらほら、もうお腹が下の方までついてますよ。今日は美味しいお酒が飲めますね。いいじゃないですか。加藤が来れば網に入るってなればもう全国ね、いろんな漁師さんからお声がかかるかもしれない。大量の申し分。はい。いや、皆さんに幸せお届けします。この辺りにサワラが来るなっていうのが分かるんですか、感覚で。おー、すごい。え、昼間だとサワラって入らないですか、網にかからないですか。昼間はかからないですか。あー、やっぱ気づいちゃうんですね。だからね、夜なんですよね。すごいですね。サワラが通る場所ね、この時期この場所に網を仕掛けるわけですね。あー、釣るってことですね。この辺りでも大きいの来てます。あ、あー、ここでもでかいの一本釣りで、サワラ。はい、はい、すごいですね。あー、いや大きいね。うん、立派立派。ここの肉がね、やっぱりしっかりついてますからね。はい、脂が乗ってますよ。まあ新鮮ですからね。まずはもう刺身ですよね。うん、美味しい。かぶっていきます。うわ、いや脂ですよ。ほら、脂が乗ってるから。大きなのロゴがあるので、それを取ります。ほら、しっかりしますよね。ほら、大きいですよ。来てしまうか。骨ごとね。